よし、最後仕上げで ということで、これ比較的うちが管理している中では大きい畑なんですけれども、とりあえず終わりました。はあ、気持ちいいですね。はい、ということで無事に草刈り終わりまして、本来であればここで終わりなんですけれど、今回はですね、草刈り車中泊っていう、まあ企画といいますか、まあ、今日出撃編ということで、ここまあ自分の地元で、わざわざここに車中泊する必要はないんですけど、ちょっと今いろいろですね、この場所じゃないちょっと離れたところの草刈りをちょっとお願いされてたりとか、そういう依頼が結構来てまして、それの練習がてら今日ここで車中泊を試みたいと思います。まあ、ちょっとかなり汗かいちゃったので、これからお風呂に行こうと思うんですけれど、まあ、地元じゃないちょっと離れたところに行ってもですね、こうやって着替えたりとかお風呂入ったりとかで、まあ晩ご飯食べたりとかですね、そういったことをしないといけないと思うので、まあ、今回ちょっとその練習といいますか、で明日もちょっと草刈りがあるので、まあ、これからちょっとお風呂に、はい、行きます。
でもちょっとここにですね、履き終わった後の、防護ズボン、あれがですね、車内に置いとくと、まあ、結構蒸れるというか、まあ、臭くなっちゃいそうなので、この上に置いとくなんか箱みたいなやつ欲しいですね、いずれ、まあ、それはちょっとおいおい。いや、最高でした。ここの温泉はですね、まあ、露天風呂もあってすごいいいんですけど、炭酸泉ってやつがあって、シュワシュワした温泉があるんですけど、個人的にそれがすごい好きで、あれ入ると体力めちゃくちゃ回復するんですよね。いやー、気持ちいいです。しかもなんかさっきまでめちゃめちゃ気温が高くて暑かったんですけど、なんか夜になって涼しくなってきましたね。今日は車中泊するには良さそうですっていうことで、車中泊ポイントというか、さっきの草を買った場所にとりあえず戻ります。あとはですね、ここの温泉からちょっと離れたところに足湯もありまして、なんか八面大王のでかい顔がある、足湯があるんですよ。学生の頃とかよく来て、足湯使ったりしてましたね。ここ安曇野なんですけど、ぜひ、足湯寄ってみてください。到着。とりあえずここを車中泊モードにしちゃいます。
あんま鳴いてないですね。静かだ。寝よう。ではおやすみなさい。っていうことで、無事に夜を過ごすことができまして、まあこれ昨日買ったところなんですけど、今日はですねちょっとまた別の田んぼがあるんですけど、そこの草ボーボーになってるんで、そこへ行ってそこの草刈りして終わりにしたいと思います。
Thank you.
のり面の範囲が狭い場合はこのナイロンでもいいかもしれないんですけど、ちょっとこれ消費電力がものすごいことになるんで、バッテリーを温存したいときはさっきのヘッジトリマー、あれかなりいいかもしれないです。あともうちょい、あと1段だけやって終わりです。バッテリー切れだ。ということで、2日にわたる長き草との戦いがなんとか終わりました。最後はですね、やっぱこの一番自分が気に入ってる、まあ、トップバッターであるマキタのナイロンコード用の草刈り機 MUR014G ってやつ、消費電力はえげつないんですけど、こんな感じで簡単に綺麗になるんで、これ気に入ってます。こういったあぜ道はですね、ほぼほぼこれで、このナイロン専用の草刈り機で、買っちゃいましたね。本当にパワー強くて気に入ってます。このナイロンコードなんですけど、これを使いました。これめちゃくちゃ気に入って、最近こればっか使ってるんですけど、オレゴンのテラマックスの 3mm ですね。これがここにもこう表示があるんですけど、短い草も全然いけるし、かといってこういう長い生い茂った太めの草にも有効っていうところで、炎天下のなんか過酷な瓦礫、こういう石とか岩が多いエリアですね、そういったところで使ってもすり減りにくいっていう恐ろしいテクノロジーが詰まった、まあ、ナイロンコードです。
こんな感じでギザギザもしてないし、なんか肌触りもいいというか、あの手こうやってやっても全然怪我しなそうな、それでいて耐久性もめちゃくちゃあるっていう、なんか不思議な、まあ、ナイロンコードなんですけど、これ使っとけば大抵の場所はもうこれでなんとかなっちゃうっていう、まあ、そういったナイロンコードです。これはですね本当に気に入ってます。やっぱナイロンでやると綺麗ですよね。粉砕するような形になるんで、あともなんか綺麗に、なんていうんですか、見栄えもいいというか、この水路の向こう側の狭いエリア、これもさっきのナイロンの草刈り機でやってるんですけれども、あの逆回転もできるんですよ。なのでそれを駆使するとですね、うまい具合にあのなるべく水路に草が落ちないように刈ることもできますっていうことでですね、このこれですね、こっち本当に気に入ってます。でそれ以外のこのヘッジトリマーはですね、この辺りからですねバーッと一気にやりたい時とか、ちょっと今回バッテリーをセーブしたかったので、そういう時にですねヘッジトリマー使いました。こうきまして、ここもこっちはあれかナイロンでやった場所ですね。やっぱナイロンの方が綺麗ですね。ただ、まあ、さっきも言ったんですけど電力消費がえげつないので、バッテリーたんまりあったりとか、一気にガーやりたい時はいいかもしれないです。ただちょっとここ範囲が結構広いので、場合によってはヘッジトリマーよく使ったりしてますね。で昨日やったところも糊面がすごい、これよりも広い範囲やらなきゃいけないところだったので、ああいうところにもヘッジトリマーは有効じゃないかなと思いました。はい、ということで今回は車中泊と草刈りっていう、まあ、異例のコラボをやってみたわけなんですけど、なんとかできましたね。これの他にも1台ハイエースの上にかなりパワーが強いやつも積んでるので、まあ、いろんな作業をできるかなっていうところで、今回は自分の地元というか、まあ、いつも管理してる畑とか田んぼでやったんですけれど、これなら結構遠出もできるかなっていうところで、まあ、ちょっと今いろいろ依頼がありまして、今回練習したこれをですねちょっと遠い場所で試したり見たりとかしたいと思います。まあ、結構草刈りをやってくれっていう要望もあるんですけど、全ての依頼を受けるっていうことは不可能なので、自分の知り合いの知り合いの方までだったらご連絡いただければ、予定が合えば草刈り、これ動画撮らせてもらえればちょっと草刈りしたいと思います。自分の電話番号とか LINE のアドレス知ってる人だったら連絡もらえれば、ちょっとまた返信しますのでよろしくお願いします。それ以外もですね、仕事としてじゃないですけど、まあ、自分全然草刈りうまくないんですけれどね、こういう感じでちょっと草やってくれみたいな、そういう依頼がありましたら、Twitter、まあ、X ですね、あれのダイレクトメッセージとかまあもらえればと思います。はい、ということで、これからこの草刈り車中泊はですねちょっとシリーズ化していく予定でして、もう何個か依頼があるんで、そういった様子も今後どんどん増えていったら、ここにリストをまとめて草刈り車中泊動画シリーズ化していきたいと思います。はい、ということで今回は草刈り車中泊の出撃編ということで練習をやってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。